おトランプのモモネ様、ごきげんよう。ゴールド。はい、ということで、ね、スーパーマリオメーカー2、ついに発売されました。ということでね、早速やっていきたいなと思います。いや、ね、作る、遊ぶがあるから、もう何やってっかだよね。なんかオンラインとかもできるのかな？どうなんだろう。世界のコースも見てみようか。一番最初にね、もう作られてるコースってあんのかな？職人の顔を選ぶ。ね。やべえよ。ちょっと待って。これは俺の顔だよ。野原ひろしがいるよ。まあいいや、野原ひろしやってっか。よし、行くぞ、しんのすけ。特に野原ひろししかないでしょ。もうそれはね、野原ひろししか。いや、コースを探す。あんのかな、もう。さすがにないか、まだ。あんじゃん。え、あんじゃん、もう。なにこれ。まあ、すごいね。やっぱ海外の人がいっぱいいろんなコースを作ってるんですね。ちょっと面白そうなコースやっていこうか。パルプン、9時10分作ってるけど。パルプン何したの、マジで。ね、10秒で学校へ行く方法。面白そうじゃん。10秒で学校行く方法知りたいけど。31% しかさ、成功してないからさ。10秒でほぼほぼ行けないんでしょうね。うん。それそうなるわ。何やこれ。とんでもないことです。こういうことね。そうなりますか。10秒でしょ。こういうことでしょ。おお。何あの、最後のあのギミック花火の。ねえ、殺しにかかってんじゃん。オッケー。来た。で、こう。はい。で、そうですよね。なんとなくコツはね、なんとなくね、俺10秒でいける気がしてきた。コツ掴んできたよ。ここ、お、いいぞ。おマップを覚えればね、いける気が、マップを覚えればいけるっしょ。ダメだ、ドーナツ掴んでダメだな。まずドーナツ。ちょっと別のルートか行ってみるか。別のルートか。こういうことかもしれん。避けて、乗って、こういうことだ。はぁ、来た。しゃあ、いや。でも野原ひろし結構、いいタイムじゃん。ね、差し迫る勢いだよ。7秒499というね。いや、10秒で学校行こう方。そう、10分かかったけど。親愛なる同志君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。